縄跳びの前跳びってこんな感じですが、誰でも最初からできるわけではありません。1年生の中には経験のない子もいて、縄を打ちつけるだけ、それから、とりあえず縄を打ちつけたのをぴょんと飛べるんだけれども2回目が続かない、そういうお子さんが時々います。でも大丈夫です。まずは縄を持たずに飛ぶ練習をします。つま先でぴょん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 。縄を持って練習するときにはとにかく飛びやすい服装、髪が長い場合は帽子の中に入れて縄跳びカードを用意してください。縄跳びカードは30秒跳び練習カードというのを使います。30秒間に縄を通り越した数を書きます。よーいスタート。この合図で跳び始め、とにかく縄を通り越したら1、2と足していきます。これで3、4、タイマーが鳴ったら終わりです。先ほどのカードに記録していきます。1回練習したら30秒から1分ぐらい間隔を置いて何回も練習します。学校だと同じぐらいのお友達がいると交代交代でして張り合いがあって練習にも力が入ります。何度も練習しているうちに縄がふと前にくるんと回ってくることがあります。ほら回ってきた。こんな風になってくると回数が稼げるようになってきます。とにかく前に来た縄は飛びなさいと、そういう風に言います。あ、2回飛べました。このリズムをつかむと記録がぐんぐん伸びていきます。30秒間で30回以上飛べるようになると、連続で10回は飛べるようになっていますので、もう卒業です。新しい縄跳びカードの方に進んでいきます。縄跳びカードはコメントの URL からダウンロードができます。子どもたちは飛ぶのが大好きです。初めだけちょっと助けてあげると自分でどんどん練習するようになります。